いつも FX の動画解説をご覧いただきましてありがとうございます。速稼塾の久保でございます。まあ、基本的には FX の相場解説は限定公開にして数日後に一般公開するという形をとっていますけども、今年に入ってですね、まだそんなに日数は経っていないんですけども、まあ、お便りをね結構いただくようになりました。まあ、去年からもいただいていたんですけども、こうやって読むことってのはあんまりなかったんで、ずっと私が一人で読んでね終わっていましたけども、まあ今年からはたまにこうやって相場解説のない土日を中心に皆さんからの声もね紹介してみようかと思います。もちろん匿名で紹介させていただきますので、ご安心ください。じゃあちょっと読んでみますね。まずはこちらです。お名前が書いてあって、今週15日からFX リアルで初スタートしたのですが、私もわずか2日間で想定以上の利確ができました。ありがとうございました。1年間のパターン暗記とゾーン理解が助けてくれましたということですね。はい、しっかり勉強してたみたいですね。今年初めて中級者ポジションから買いを入れました。あ、先日のあれですね。これにおごることなく1年通して進めていきたいと思っております。今年もよろしくお願いしますということですね。本当にこちらこそよろしくお願いします。いや、とてもいい、順調に進んでいるようでございますね。次ですね。久保様、お疲れ様です。さて、案内していた、これちょっと違いますね、すみません、別のメールでした。これはちょっと読めないですね。こんにちは、久保先生。理学、私もできました。ありがとうございます。売りでエントリーしたいけど、様子見てみますということですね。次はですね、久保先生、いつもご覧いただ、拝見しております。ご覧いただきまして、私の言い方ですね。この方はね、ちょっといろいろと名前が出てるんで、読みにくいんですけども、要約するとですね、私の動画解説を2ヶ月前から見始めましたと。そして用語を覚えときなさいよってことをたまに言っていたので、まあ、いろいろね勉強してくださったみたいなんですよ。その上で相場解説を見ていくとだんだん意味が分かってきて、まあ、エントリーも小ロットながらすることになって、まあ、利益を出すことができてますよってことを書いてますよね。ありがとうございます。まあ、そういう方ばかりだといいんですけどもね。今度はねそうではない方ですね。なかなかうまく勝てませんということでね書いてくださってますね。これもちょっと読みにくいですね。いろいろと長く書いてますんで、要約すると、まあ、勝てないのは何でなのか教えてくださいってことなんですよね。でこの方に私返信メールを送ったんですよ。5つの言葉を書いて送ったんですよね。 FX の専門用語、これ意味わかりますって言ったら、わからないっていうことだったんで、まあこれわかんなかったら多分チャート見てもわかんないんで、しっかりとチャートを見て意味がわかるようになるまで基礎用語ってのは最低入れといてくださいってことを話しましたね。英語で言うと英単語が分かんないと文章読めないようなもんですよっていうふうなお話をしました。まあ、今回は以上かなと思いますよね。あ、ここにもありますね。 FX で勝てない人の原因はどんなところにありますかっていう質問だったんですけども、私が返信したのは、目標を期限を決めていない、目標設定と期限を決めてないとなかなかダラダラいっちゃいますよってことでね。それからあと競争が楽しめないとダメですよってことなんですよね。だから自分の FX が一体どこに向かっているのか、誰と競争しているのかってことが分かんないと面白くないですよってことですね。それから人を否定することに時間や意識を使ってしまう人もダメですよってことなんですよ。人がやってることが気になって、それをね、まあちょっとケチをつけてみたり上げ足を取ってみたりすると、そんな時間ないですよと。自分のことを一生懸命やっていって、他の人がね何やってるのかっていうのは気にならないぐらい意識をこうどん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 排除していかないと、自分のことをもっとね足元固めていきましょうってことを話しましたね。すみません、なんか皆さんからのねお便り読もうと思ったんですけど、結構ね読みにくいですね。今度は整理しながらお届けしていこうかと思います。まあでもね、メッセージいただきましてありがとうございました。なんと言いますか、個人名というか他の FX 塾の批判が書いてあるんで、まあそういうのはね私ちょっと読みにくいんで、まあ FX 塾が悪いわけではないんですけどもね、なんか合わなかったんでしょうね、きっと。私みたいにこんな放送でも役に立つでしょ。それだからね、受け取る人の意識なんですよ。本当にこんなんで儲かるの、稼げるのって、ね、塾に 何十万も払ったんだけど取り戻させてくれるのって気持ちで見てると、あんまり頭に入ってこないんですけども、私の放送ってまあ、ただ同然で見れると思うんですよ。速稼塾生さんだったら、まあ、見れますし、そうじゃなくても何日かね、後には見れますんで、その中で学んでいける人っていうのは、よし、無料だけども、だけども一つでも多くヒントをその中から読み出そうかなっていうふうに意識で見ると、結構ね受け止めることって多いと思うんですよ。だからそのどんな情報を見るかというのも大事なんですけども、どういう気持ちでその情報を見るかってことがねもっと大事だと思うんですよね。ちょっとまた FX のねいろんなお話っていうのはこれからもやっていきますんで、ちょっとご期待ください。今日あんまりいいの読めなくてっていうかね、いいまとめ方ができなくてすいません。メッセージ送ってくださった方本当にありがとうございます。これからも送っていただきましたらね、
こうやって週末中心に読んでいこうと思いますので、まあ、あの他の塾の批判とかあんまりしない方がいいと思います。あの読みにくいんで私がね。例えばこんな FX 塾とかね、こんななんですかね、マーチンゲール塾があったとかね、何でしたっけね、あのバイナリーオプションがもうめったくそにやられたとかね、いやそういうのも分かります、そういうの分かりますんで、それはね、やっぱ自分の反省していきましょう、そういうのを選んでしまった自分の反省に、うん、まあ以上ですね、今日はね、すみません、で失礼します。